9月12、13日の2日間、大分県のオートポリスサーキット場でオートポリス 2&4 レース2015が開催されました。このレースは二輪の全日本ロードレース選手権第6戦スーパーバイクレースと四輪の全日本選手権スーパーフォーミュラ第5戦が同時に行われたものです。スーパーバイクとフォーミュラカーレース同時開催とあって、ピットウォークやイベントステージには国内最高峰のレーサーやレースを彩る多くのレースクイーンが登場し、たくさんの来場者でにぎわっていました。会場のイベント広場では大分魅力フェスタや車関連のブースがたくさん並んで来場者を楽しませていました。